ペーター・アルテンベルクの絵はがきのテキストによる5つの、還元落き歌曲集、ドイツ語、FNF、オーケスターリーダー、ナーハンジックトカートンテキストン、本ピーター・アルテンベルク、英語、ファイブ・オーケストラル・ソングズ・オーパス、4-2ピクチャー、ポストカードテクスツバイ・ピーター・アルテンベルク作品4は、オーストリアの作曲家、アルバン・ベルクが作曲した5曲からなる、 メゾソプラノと還元楽のための歌曲集である。ベルクと信仰のあった詩人ペーター・アルテンベルクが趣味で集めていた絵葉書に書き込まれていた短い歌をテキストとしており、アルテンベルク歌曲集という名前で知られている。ベルクが作曲した初のオーケストラ作品でもある。作品は1912年8月に完成し、 第2曲と第4曲の部分書演が1913年3月31日にウィーンのムジーク・フェラインにおいてベルクの死であったアルノルト・シェインベルクの死期によって行われたが警官が手に負えないほどの興奮と混乱が巻き起こり裁判が必要になるほどであった。なお、同年に行われたストラビンスキーのバレー春の祭典の書演も混乱に見舞われているが アルテンベルクカ曲集の部分書演はそれよりも2ヶ月早く行われている。最終的にこの作品が全曲書演されたのはそれから約40年後のことで、1952年にヤッシャ・ホーレンシュタインの指揮によりローマとパリで行われた5曲から構成されている。うちはドイツ語での現代である。心よ、お前は、吹雪の後では、さらに美しく君は、 夕立ちの後の森を見たか。君は宇宙の果てを瞑想し私の心に尋ねるものはなく、ここには安らぎがある作品は中音域の声と大規模オーケストラのために書かれている。ありがとうございます。